皆さんどうもこんにちは。昨日久しぶりに腹筋したら全然できなくて体力の衰えを痛感したうぷ主のミート。体力には自信があるマリサと、金感情には自信があるレイムです。今体力の話の流れなのになんで金感情出てきた？ということで今回はいつもの3人で楽しくマリオメーカーの実況をしていきたいと思います。最近全然新しいコースをうぷ主が作らなくて楽しみにしてくださっている皆さんすいません。ちょっとバタバタしちゃってて、また落ち着いたら作ろうと思いますのでその際は遊んでいただけたら嬉しいです。それじゃあ早速やっていくぜ。パナイノー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 。私にも言わせろよ。最初はドーナッツだらけのダッシュ全自動コースです。なんか無性にドーナッツ食べたくなってきた。マリオさんもドーナッツが早く食べたくて急いでダッシュしているよ。別にドーナッツが食べたくて走ってるわけではないだろ。ポンデリング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 。ドーナッツが食べたくて走ってたー。ドーナッツっていうのは時に人を狂わせるんだよ。こんな風にね。えへへ、世界の全てがドーナッツに見える。誰かこいつの目を覚ましてやってくれ。このコースちょっと今はわからないんだけど、しのぶちゃんのドット絵が書いてあってすごい可愛かったよ。ドット絵だけじゃなくてコースもすごいぜ。全自動ってこのドキドキ感がすごくいいよね。まるで命がけのギャンブルみたいな。そこまでじゃねえだろ。前にちょっと全自動を作ってみようと思って、こういう風にテレサ出したんだけど、見事に当たりまくって全然ダメだったよ。そうなるよな。お次はこのコース。裏技。一体どんな裏技なんだ？アイテムを持ちながらスピンジャンプか。うぷ主、私実はできるわよ。アイテム持ちながらスピンジャンプか。なんで不正解なのよ。これは裏技じゃないからダメでーす。たまたま霊夢ができちゃったけど、もっと簡単にできる方法があるはずだぜ。じゃあ次は私が裏技を見つけよう。裏技を見つけるなんてそうそう簡単なことじゃないよ。確かに裏技っていうん。裏技できちゃったー。あ、できちゃったよ。ここからスピンジャンプをすればいいのかな。勝手にピースイッチが自分で向こう側に向かってるぜ。確実に私の技術の方が上なのになんだろうこの負けた感じ。ここで踏まないように気をつけて。あっという間についちまったな。くぅ、この勝負はうぷ主の勝ちね。霊夢よ、裏技を極める者はゲームを制すのだよ。何言ってんだ、たまたま見つけただけだろ。うぷ主はクッパ並みに調子に乗るからね。おお、マリオコラ俺様がすぐ調子に乗るみたい。お次はこのコース。金はないけど美貌はある。何言ってんだろう。ゲーマリオー、待て待て待て。イエーイ。イエーイじゃねえよ、どうすんだよこれ。スターがないけどバネがあるってこういうことなのね。これでなんとか無事に終わります。ちゃんとバネを使わないとダメだぜ。あの大群が過ぎ去るまでバネと雲のところにいないと。マリオどこだー。ピーチ姫やるから出てこーい。5万あげるから出てこーい。マジか、ピーチよりも金かよ。マリサ、お金は愛さえも変えてしまうっていうじゃない。恐ろしいわよね、お金って。全く恐ろしいなんて思ってねえ顔だぞ。てー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 、てれてれー、てれてれてーって、てれれてーって。あれ、おかしいな。ゴール音楽鳴ったのにゴールできてない。あれのどこがゴール音楽なんだよ。あ、ようやくちゃんとゴールできた。こういう短いけど一筋縄じゃいかないコースってできた後の喜びが大きいよな。で。お次はこのコース。ブロックの中での決戦か。久しいな。初めてだろ。うわぁ、見事にマリオが壁に埋まってる。このファイアバー地獄をうまく切り抜けるのよ。ひたすらジャンプボタン連打だぜ。ちょっと連打が遅かったみたい。そんなうぷ主のために裏技を教えよう。まさかここでも。普通に当たってるし、しかも真上に進むより早く当たってんじゃねえか。裏技なんて幻だったのか。ここは正々堂々と真上に自分の指の筋力だけで登り切ってやる。お、いいぞいいぞ、まだ余裕はあるぜ。あれれ、おかしいな、登って終わりじゃないのか。貸しなさい、私が突破してあげる。おらー、高速ボタン連打ー。すごい、すごすぎる、体全体を使った高速ボタン連打。しかもバーに当たらないように正確な操作で一気にゴールしやがったぜ。ふぅ、いい汗かいた。これがやりたかっただけなんじゃ。イエス。ハイヒールのかかとで踏まれたことある。満員電車で、お前電車乗るのか。今回はそんなハイヒールでクッパを踏みたいと思います。ただの拷問じゃねえか。いってー、ハイヒール痛すぎだろ、バカじゃないの。ピーチならまだしも、なんでこんなヒレの野郎に。いたすいません。ピーチ姫ならいいみたいです。ネタでもこいつにはドン引きだな。おー、ピーチ踏んでくれー。オッケー。だからお前じゃねえよ。踏んで喜ぶのは誰でもいいわけではない。そんなことメモしなくていいわ。まだハイヒールで踏まれたことがない皆さん、すごく痛いので気をつけてくださいね。何の警告だよ。続いてもネタコースです。カッコつけて登場したはいいが着地失敗で HP が。はっはっは、マリオ、さっきはよくも踏んでくれたな。一体どこからクッパの声が。今度こそお前をひねりつぶしてやる。ワンパン。落下ダメージを食らったクッパの HP はこんな感じだったんだろうね。どんだけ落下ダメージでかいんだよ。クッパの体重がおよそ200キロと言われているから相当な負荷が体にかかったんだろうね。とわー。
あ、マグマが衝撃を吸収してくれた。骨になっただろうけどな。ああ、俺様の体が骨に。わざわざ出てこなくていいわ。クッパの炎って意外と厄介だよね。うんうん、クッパ本体よりも厄介。はははは、マリオまた会ったな。こっちだって会いたくて会ってるんじゃないんだ。仕事だよ仕事、わかる。そんな冷めたこと言うなよ。お前は寂しがり屋か。ちょっとクッパがありえない量の火の玉を増えてる。これ火の玉ってレベルじゃないよもう。どうだマリオすげえだろ、やばいだろ。スターは震えて前から言っていたろう。俺様の強化力でもつかねえっても早ついただろチート。クッパ様そろそろ限界です。誰だ、クッパの他に誰かいるのか。もうクッパ様の重さに耐えきれません。もうちょっと我慢してくれたのに。かわいそうだから終わろう。え、くそ。ああ、こいつ大量の特訓使って炎かさ増ししてやがったー。すいません、こんな出来心でつい。ズルは良くないよ、ズルは。マリオさんもバリバリスター使ってますけどね。クッパの足から煙。クッパもいろいろとできるようになったもんだぜ。どんどん進化しているよね。もうこの時点から煙が見えるんだけど。よーマリオまた会ったな。何してんの。何してんだろう俺様。よく漫画とかアニメであるよね。走ってる時にこういう煙出ることって。キーン、クッパお前実はでちゃんだったのか。だって、なわけあるか。まさかのノリツッコミ。止めてー、誰か止めてー。止めた方にはなんと俺様のサイン色紙をプレゼント。いらね。じゃあ、手形もつけちゃう。いらね。もうわかった、足跡もつけ。いらね。助けてー、止めてー。しょうがない、かわいそうだから止めてあげよう。あ、おい何俺様に当たってんだよ。お前がそこにいるからだろ。意外とこのクッパが先に行かせないように邪魔してて大変だよ。出た、この先の追加ギミック。でも幸い下側を向いているから何事もなくてよかったよ。この先のマグマがどれだけ続いているか。ギリギリ助走で飛び乗ったぜ。クッパこれで君は止まったぞ。8000ポイントになって無事に止まっただろうよ。それなら動いてた方がマシだろ。それじゃあ今回最後のコースをやっていくよ。全自動のコースか。こっちはダッシュしないコースだね。うわぁ、またとんでもねえコースだぜ。マリオがどこにいるのかもわからないし、字幕も完全に背景と同化してわかんなくなってるよ。あ、いたいた。このコースは短いけど、かなり入り組んでるね。大量のテレサはマリオに触りたいのに触れないもどかしさでイライラしているだろうよ。ウプ主、まずはテレサ一体に触られないような全自動から作り始めなさい。すげえしょぼい全自動だな。ということで今回はネタコース多めの実況をしてきました。大体クッパが出てきたらネタコースだから。そうだったの。自覚なかったのかよ。今回実況してきたコースどれも面白かったから、ぜひ皆さんも遊んでみてくれだぜ。また面白いコースなどがありましたらお気軽にコメント欄などに書いてくださいね。それでは皆さん最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。